はい、まるばらチャンネルでーす。はい、まるばらチャンネルでーす。はい、すいません。今日は私が、スタンドを忘れてきてしまったので、ちょっといつもと違う撮り方になってまーす。そうでーす。私が持ってまーす、はい。はい。今日は久しぶりの YouTube でーす。はい。何ヶ月ぶり ?1 ヶ月ぶりぐらい。1ヶ月ぶりぐらいですね。お二人ですけど。はい。頑張っていきましょう。はい。はい、ということで、今日はまた恒例の、スタバの新作でーす。はーい、やめてください、これは。名前がわかんないから。ですね。ザ・メロン・オブ・メロン・フラペチーノ。ですね。はい。もうそうですね、緑。あと、ここなんか下の方にこれメロン。おー果肉みたいのが。とても、美味しそうな、フォルムですね。はい。でも匂いがメロンの匂いしますからね。あ、そうなん？はい。まあ、じゃあ早速飲んでいきたいと思いまーす。シュイ。はい。必殺仕事に。てれれー。てってってってでけてーんだろ。はい。名前わかんないですけど、あれすげえよね。名前あれなんだっけ。主に水って書いてモンドっていうらしいからね。ああ、そうですよね。主人公。主人公。あれでモンドって読むのキラキラネームすぎんと。あの時代でキラキラネーム。いただきまーす。はーい。おーと、もう、あれっすね。まあ、まだ多分よく混ざってないんだと思いますけど、メロンジュースっすね、もう。おー、メロンジュースって言うな。メロンジュース。メロンフラペチーノな。まあ、混ぜてみ、混ぜて。多分果肉とかもあるでしょ、おそらくね。まあ、メロンだからね。うん。みんな大人から子供まで幅広い年齢層が、たしなむことのできる、万能飲料だろ。なんか言えよ。混ぜるのに、あれで。どんだけ必死に混ぜてんだ。そんな作業。うん。甘い。メロンの甘い。メロンの甘い。メロンの。メロン。うん。でも果肉まで、果肉が出てこない。ちょっと一瞬すぎるんだよ、飲むのが。ちょっといっぱい飲んでみ。うん。おぉ。メロンの果肉も入ってますね。おぉ。でもまあ、普通のメロンジュースよりやっぱこの、なんですか、生クリームなんですかね。うん、アイスかな、バニラアイスなのかわかんないですけど。生クリームじゃない多分。かな。でもなんかちょっとまろやかになってますね。普通のメロンジュース。メロンジュースってあんま俺飲んだことないから。だけど。ちょっと1ヶ月間休んだっけね。コメントがね、なかなか出てこねえな。いやね、もうこれほんと、もうメロンジュースとしか言いようがないですね。うん、美味しいメロンジュース。美味しいメロンジュース、うん、メロンジュースってあんままずかったの飲んだことないけどね。うん、あんまそんなにね。お前なんか飲めよ。なんかもうチュパチュパすんね。うん。ストローチュパチュパしないで。でもね、だんだんやっぱこうね、熱くなってくるんで、爽やかな気分になりますね。ああ、確かにね、うん。色も爽やかよね、緑。そうですね。淡い緑の感じがいいですね。うん、ちょっとな、初夏が来てますかね。うん、あ、暑いよね。うん、まあ、今日そんなでもね。ま、そう、最近また暑くなってきてますから、これを飲んでね、夏を乗り切りましょう。参りましょう、うん、ということで、今日はこれくらいで、終わるかと思います。皆さんもぜひスタバで飲んでみてください。バイバーイ。さよならー。